くるくるこさみん世田谷空千代。ハロー、アサギーニョです。別名金の玉ねぎです。今日の動画はじゃん、ザラです。新しい春服新作を買ってきました。じゃあまず最初に言わせてくれ。レベッチやった。最近さ、GU 企画、ユニクロ企画とかさやってたけど、こんなこと言うのあれですけど、レベッチに可愛かった。みたいな。ザラってこういう系統もあるのみたいな。今まではさ、クールみたいな、どちらかというとモノトーンみたいな、かっこいい女性って感じのイメージがあったわけだけども、見ていただいたらわかるんですけれど、めちゃくちゃ可愛かったから、今回私が選んだザラのアイテムでコーディネートを組んだ中から、どれが一番可愛かったかっていうのをみんなにアンケートしました。約5万5000人以上の方が答えてくれたっていうことで、ものすごい正確なアンケート結果やと思うねんな。まあ大多数の意見っていうのがわかるかなっていうふうに思います。楽しみ。私もまだ結果見てないから楽しみでごわす。それではやっていきましょう。バキュン。ではまずコーディネートより買ったアイテムを一つ一つ紹介させてください。これを見たあなたはもう春が待ち遠しくてしょうがなくなる。間違いなしでしょう。それでは紹介します。まず1アイテム目をご覧くださいませ。じゃん。しょっぱなから目玉商品出してきちゃったけど、まず1アイテム目はこちらのニットです。まあまだ春って言うても寒いやんか、だからニットを選んだんやけど、この色がまた春っぽい、この綺麗なカルボナーラ、クリームっぽいレモンの黄色になってます。もうこれ形がめちゃくちゃ可愛くて、見てほしい。じゃ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 ーん。この首元のピラピラ、そしてこの肩よ、肩のこの襟巻きトカゲみたいなピラピラ、そしてこの生地のボコボコが立体的で可愛いのと、あとポイントがこのニットがチクチクせんとめっちゃ柔らかい、ムチムチの触り心地。これがお値段がね、なんとじゃん、3990円。これうち思うんやけど、ニットでこのぐらい着心地よくてもちもちのこの生地で3990円、しかも形が結構個性的なやつ、これは私的にはすごいね、いいお値段じゃないなんかなと思います。これは長く着ようって思った。いや本当にこれめちゃくちゃ可愛くない？今年買ったニットの中でうち今んとこ一番気に入ってる、ニットの中でな、っていうぐらいめっちゃ可愛いのに出会えたなって思った。では次のアイテムです。バキュン。次のアイテムがこれの下に合わせるボトムスなんやけど、こちらです。パンツ、しかも色は今年流行りのピスタチオカラー。いい感じ。お値段が4990円。5000円やから、まあプチプラっていうわけじゃないよね。でもまあ色味使いやすいと思うよね、うち的に。ポケットがちょっと特徴的で、ゴムになってるからウエストはゆるっとしてて、でちょっと下がこうすぼんでるタイプになってます。ここがねキュッてしてるから、インした時に綺麗に見えるかも、 T シャツとか。これは私的にはめちゃくちゃ使い回せる。うち上の服結構パステルの色味とか柔らかい色味のトップスをよく持ってるから、これの下に合わせたらいいかなと思って、まず1個目のコーディネートはこれとこれでこんな風に合わせました。うち的にはこのカルボナーラ黄色とピスタチオグリーンが色合わせが大好きで、合わせたらいいかなって思ったんやけど、コメントの中ではこのコーデの時にアウターどうしますかって、カーキ系のトレンチコート合わせるかも、あとデニムも合うかな、デニムやったら薄い色の同じトーンのデニムを着るかもしれん。あ、で白いアウターとかはめっちゃ合うかなって思う、イメージ的に。コメントで多いのはこの肩のフリフリが太って見えちゃうっていう。確かにガンダムに見えやすいフリフリってあるよな。実際私もザラで服選んどって可愛いって思って、これ買おうって思って試着したら、むっちゃガンダムやって、なんか肩幅ゴンみたいな、ほんまにこのパフスリーブ始まる位置によってガンダムすごい肩幅に見えるやつも多いんやけど、うちはこれギリギリガンダムにならんかってんな。なんかあとちょっとでかかったらすごい、肩幅が結構ね重要になってくる、そういうやつ、ここで膨らんでるやつ。そうだからみんなも絶対に試着してみて。ちゃんと試着するべし。うん。それでは2つ目のコーディネートのアイテムです。よろれひふー。お次はこちらです。このような花柄の
てか、この花柄が私的にむちゃくちゃ可愛いと思うんやけど。穴がちょこちょこ、これわざと開いてます。可愛いね。これのいいところは肩のこのフリフリと、ここね、これも襟巻きさん。さらにこのここの部分が可愛いなって思って、私的にこの柄が最高に可愛かった。で、気になるお値段はじゃん、4,990円。うち最近思うねんけど、ザラって今までさ、これ実はザラなんですみたいな感じで、そんな風に見えないとかさ、あったぐらいさ、プチプラみたいなちょっとイメージあったけどさ、最近のザラはプチプラっていう感じの印象じゃなくなったなって思わへん？これも実はガンダムになりそうな感じの型してるから、ちゃんとサイズ選んだ方がいい。いつも M なんだけど S サイズを買った。 M だとすごかった。ちゃんと試着してね。で、これに合わせたのがちょっと着回しになるんやけど、さっきのこれに合わせました。下はさ、今履いとさ、こういうさ、深い色のデニムもめちゃくちゃ合うと思うし、でも何でも合いそうやね。白いスカートでも何でも合いそう。これはいつもインするけど、インしないスタイルで着た方がなんか形的に、うち的にはね、なんかいいなと思ってインしませんでした。これどうやろうな。これはちょっともしかしたら人によるかなみたいな。まあ4位中多分4位な気がする。で、花柄とかって結構嫌いな人も多い気がするから。では、3コーディ目のアイテムもです。バキュン。3つ目はこれとこれです。1個目はスカート。こんな感じの大きなスカートです。編み込まれてるこの感じが可愛くない？こちらのスカートは S サイズを買いました。お、割引されてたんや。3,990円。ラッキー。こういう感じでセンターはボタンになっててフリフリがついてます。結構ロング丈、 S サイズでも長かった。こういう広がってるスカートです。で、次がこれ、ジャケットです。このジャケットはカーキかな。これは春にめっちゃ使うやろうなって思って。春ってさ、アウターさ、トレンチコートかデニムのジャケットかのどっちかにならへん。うちいつも羽織るもん困るから、これは買っとこうと思って。こういう柔らかいね、緑の色してて、ボタンは大きくって、この形がまた可愛いよ。手のところがこうやって、ここがふわっとしてるけど手首はギュッと。この肩のとこも可愛かったよな。ここに余裕があって。これのお値段は4,990円でした。これも S サイズ買ってるね。ザラって結構アメリカンサイズで作られてること多いから、 S サイズでも全然私的には大きかった。私これとこれでさ、コーディネート組んだんやけど、ちょっと迷ってんな。これの上がこんなカジュアルで合うかなとか思ったけど、何気にいけるかって思った。このコーディネートは、ちょっとコメント読もうかな。緑のスカート可愛いけど身長150しかないので地面につけそう。確かにこれうち166で S サイズで長かったから、その下はないから難しいかも。え、そうやんな。だからザラはさ、低身長の子とかさ、結構難しいかもね。だってそもそも大きめやもんな。学生じゃ手が出せないです。確かにザラは基本的にはもう5000円超えのやつが結構多かったから、ってなったらプチプラではないよな、きっとな。うちランキングのさ、投票はまだ見てないんやけど、みんなのコメント見てたらさ、緑のスカートめっちゃ可愛いとか、緑のジャケットめっちゃ可愛いってあるから、ランキング結構高いかもしれへんなって思った。確かに着やすいもんな。これとかめっちゃ使い回しやすいもんな。って思ったら、黄色とか使いにくいとかあるから、これランキング高いかもしれんなって思った。では、最後のコーディネートのアイテムを紹介します。バキュン。こちら、これめっちゃ可愛い。これでもな、可愛いねんけど、ちょっと難点があんねん。ちょっと待って、見てな。このな、手首のここがさ、こうなってるからな、ふわっとしてんねん。こうなって可愛いねん。お値段が4,990円。まあこれも5,000円やね。ここの部分も、なんていうの、ツイードっていうかな、こういう感じのちょっと絨毯っぽい感じになってて、ちょいハイネックって感じで、このスカートが短くて、ワンピースかと思いきやチュニックっていう感じやねんな。それが一個な、難点で、なかなかの強者で、買って家帰ってコーディネート合わせる時に気づいてんけど、めちゃくちゃ下難しいねんな、ボトムス合わせるの。私が持ってるデニム7種類ぐらい合わせてんけど、どれも合わへんくて、最悪みんなに投票した時のあのコーディネートにしたんやけど。
あれはちょっと私気に食わんねんな。デニムの形が今履いてるこういう、ごめんちょっと今独特なスリッパ履いてるけど、こういうこうダボっとした感じのさデニムやったらこれがもう全然合わへんくて、ちょっと履いてみるから待ってな。来ました。見てくださいね。変やん、なんか違うやん、バランスが変やん。じゃあこう広がってないスキニータイプやったらいいんかって言ったら、そうでもなくて、これも足首だけキュンみたいな感じでさ、多分これほんまストレートタイプでスキニーほど細すぎずでダボっとせずの間やと思ってこれを合わしたんですよ。なんか違う。まあ仕方ないからさやったけど、ちょっと難しかったボトムス。あとちょっと長ければ、あとこのもう一段あったらワンピースとして可愛かったのに。買ってから気づいたんやけど、しょんぼりぼりぼり分かってくれる、僕の悩み分かってくれる、バキュン。買ってから気づくこの後悔、つらみ。というわけで全部コーディネートを紹介しました。この中で投票がどれが一番人気やったかっていうのをやっていきましょう。投票してくれた人みんなありがとう。では当てていきます。私的には可愛いけど言うてこの黄色とか普段着ませんって人多いと思うから、これはランキングちょっと低いかな。花柄も普段こんな着ませんし、こんなフリフリは着ませんっていう人も多そうやから難しいけど、これが3位4位で、1位が緑、これ、黄色、花柄、この順位じゃないかなってうちは思いました。どうやろう、いきます。バキュン。結果発表を見ていきましょう。これはな、やっぱりカジュアルで着回し系のアイテムは人気やん。で、この緑のスカートの色も柄も可愛かったから、これが1位じゃないかなって。第4位を発表させていただきます。第4位はじゃん、黄色や、黄色でした。でもそっか、うち的には一番気に入ったアイテムはこれやねんな。だからなんかそっかって感じやけど、じゃあ第3位は多分さっきうちが4位で考えてたこの花柄が第3位かなと思います。もうこの黄色さ、5万5000票以上のさ投票があった中でさ、4000ちょっとしかさ入ってないねんけど、なんでよ、可愛いのに。それでは第3位を発表させていただきます。でした。そっか、え、だとしたらこれ1位やんな。それでは2位を発表させていただきます。2位はブルー。よっしゃ、やっぱり着回しとか着やすいアイテムが人気なんだ。というわけでこれが2位でした。ですが皆さん、今だから言えるんですけど、この下に合わせるボトムスが結構難しいからご注意を、っていうことで土人第1位がこちらに輝きました。なるほどな。だってコメントでも多かったもんな。コーディネートのコメントを読んでいくと、緑のスカートの模様が可愛すぎます、あ、これ全部に合わせられるアウターがあるとしたら何ですか、やって、やっぱりトレンチコート、あ、でもこのニットやったらデニムがいいかなって思うな。てかそうやん、これのジャケットはこれにも合うし、あと花柄のこれにも合うし、このこれにも合うやん。これ最強説ちゃうじゃん。やっぱね、カーキは世界を救うよ。うん、いい感じ。春はカーキに救われましょう。バキュン。というわけで今回私が選んだザラのめちゃくちゃ可愛いお洋服、他にもいいいっぱいあってお金なくなるってなったからこんだけしか買えへんかったけど、私が選んだ中ではこのグリーンコーデが第1位に輝きました。そして結論、カーキは世界を救うということが判明いたしました。ぜひ春はトレンチコートやジャケット、デニムなどはカーキのものを持っておくと便利でしょう。というわけで次の動画もお楽しみに。みんなの感想もコメントで聞かせてね。バキン。